ないと思います。頑張りたいと思いますが、今年度の養成塾のコンセプトということで、皆さんのお手元にある企画概要書に書いてあることと、同じです。要はとにかく、各2回の試験をベースにして、いろんな人の意見を聞きながらワークショップを活用して、民間ベースの実践的なシンクロ先まちづくり戦略を完成させるというのが今回の、一つの大きな構成です。ですので、受講者はこのまちづくり戦略の策定に関わりながら地域経営の知識を身につけるカリキュラムとしたいと思います。また、熟成を含めた実践的な取り組みをしているキーパーソンのプレゼンテーションやワークショップを積極的に取り込むというふうに、考えております。で、具体的に、次回からどうなるかということですが、次回2回目が10月25日この日だけが昼間です。で、まあどこまでうまくいくかわかんないですけれども、13時半から11時半という、これフィールドワーク抜きの時間ですからね。4時間かけて、ワークショップをするということです。まあこれは現実では割とよくある話なんですけど、建築系とか、都市計画系の人にはですね。で、大分大学に大井先生という、その交通計画とか、専門にしている先生がいらっしゃいまして、その先生を中心に Q サポネットっていう、グループがあります。任意団体ですけれども、そこが年に何回か、交通問題でワークショップをしていて、北九州でも2年前かな、東区の方でね、コミュニティバスのやつで、ね、やったというふうに聞いております。それを、10月25日、今日1回目で、その後1ヶ月、ちょっといろんな調整がうまくいかなくて空いてしまいますけれども、やります。で、これには書いてないですけど、決まり次第、すぐに事務局から連絡を回してもらいますけど、午前中に一応フィールドワークをして、その後1時半からワークショップということで、フィールドワークは、希望者のみということです。それから Q サポネットとこの回だけは共催になるので、 Q サポネットの関係者の人がまあ30名ぐらい、来ると。で、要はみんな交通関係に興味がある人ばっかしが、福岡県内から、まあ、場合によっては大分佐賀ぐらいに来て、皆さんと一緒にワークショップをやっていくという、ちょっとチャレンジングな企画になってますんで、よろしくお願いいたします。で、3回目が黒崎の街づくりの多様性と可能性って書いてるんですけど、まあどうにでも喋りやすいように僕は適当に台を仮でつけただけなんですが、いろんなところで言ってるように、その企業の方から見た時に黒崎の街づくりはどうあるべきかっていうのが一つの課題なんですけれども、まあ北九州の企業立地支援課はですね、今三菱化学の中をいろいろやってますんで、そういう工場側の人とよく接している、行政の人にちょっと頼んでですね、話をしてもらおうと思ってます。まあなかなか企業の人がズバッと言うのは言いづらい部分もあるんで、まあ間接的にそういう話だとかですね、やっぱり企業誘致の面からもですね、こう元気な街のすぐそばに企業が立地すると、さっきのイオンのレールサイドじゃないですけれども、そういうのは結構メリットとして大きくなりつつあるんで、そういうのも含めて、市役所の部長さんにお話をしていただきたいと思っております。で、次が11月14日でして、これは黒崎の地域づくりの最前線の実態と課題ということで、誰か名前書いてませんが、そのうち事務局とから名指しが来るんではないかと思いますが、皆さんのうち誰かの取り組みを話してもらって議論できればと思います。次は11月28日です。デベロッパー視点から見た最近の地域づくり
で、まあ、いろいろ考えたんですけど、僕はやっぱ去年うちの学生が、西区役所の後は米田コーヒーがいいと言って、上野会長の激励に触れた件が今ない、よく思い出されるわけですけれども、でも米田コーヒー桃園に来たじゃんみたいなねでやっぱあれはかなり戦略的にデベロッパーが誘導 してるわけですね。デベロッパーも住宅開発するのにあそこまでやらないといけない時代になってるということで、まあ、米田コーヒー以外も、まあ、この間ちらっと聞いたらサンキュードラッグもそうなんですよみたいなね、いろいろあると思いますんで、でそういった、最近の地域づくり住宅地づくりをデベロッパーの視点からお話をいただくということです。あ、ちなみに僕は毎回来ますけど、大体こういう人たちが来た時は1時間ぐらい話し1時間半ぐらい講義をしてもらって、その後1時間ぐらいディスカッションしますけど、まあ、ディスカッションを僕は聞きながら一応まちづくり戦略のたたき台を、作っていきたいと思ってますので、皆さんのディスカッションがそのままエッセンスになっていくという自覚を持っていただければなと思います。でそういうような話をいろいろ聞きながらも、やっぱワークショップ的にもちゃんとやんなきゃいけないということで、12月5日は、新黒崎まちづくり戦略の立案に向けてということのワークショップを、うちの同じ研究家の松永先生にやってもらおうと思ってます。だから松永先生にやってもらってて、僕はそれをみんなメモをしていくということにしたいと思います。で年末年始の間に、まあ、何人かの策定委員的な人や、まあ、当然会長にも相談しつつ、第一次案を年末年始の間に作って、それの検討をやりたいと思います。それの第一弾が1月31日ということで、この時には東京から大西達也さんに来てもらって、大西達也さん自体にも、まあ、その検討の内容についていろいろ意見をいただきながら、まあ、プラスアルファしていければなと思ってます。で2月20日はですね、まあ、そっちのお手元の中には特別公演みたいな書き方してたかもしれないですけれども、僕が前いた九州経済調査協会の岡野次長に、地方都市の未来、新しい都市の形というタイトルで話をしていただきたいと思いますが、実はですね、偶然なんですけど、さっきのグランドデザイン2050ってなんで僕は一生懸命読んでたかっていうと、今年の九州経済白書、九州経済調査協会、九州経済白書っていうのを年に1回出してまして、北九州でも副銀の支店本部、北九州本部で結構 大掛かりな講演会やったり、発刊された時に新聞にも取り立たせるんですけど、国の白書と違ってその年々のトピックにフォーカスして白書を書いてるんですが、今年はこのテーマこれなんです。地方都市の未来、新しい都心の形っていう、新しい都心の形まではつかないんですけれども、まあ、まさにコンパクトシティとネットワークっていうやつをその経済白書でも九州全体でやっていこうとしてまして、で僕も執筆しなきゃいけないんですけれども、もう取材とかもやってるんで、まあ、他の都市の細かな状況とかもいろいろある、整理しますし、もう、セミマクロ的に話をしてもらおうと思ってます。で2月27日がもう第二次案の検討ということで、まあ、ここでほぼ出来上がるということになります。まあ、で3月 X 日になってますけれども、大西隆先生をお招きして、まあ、公開検討会って書いてますけれども、ちょっとここにいるメンバーだけじゃなくて広く集めたところで、ちょっとアピールも含めつつ大西先生のお墨付きももらいつつやりたいなと
思ってまして、昨日大西先生に会った時にはちょっと3月の日にちは調整できなかったんですけど、2月中に1回、挨拶行きますと、いうふうに言っときました。豊橋まで来てねって言われましたけど、豊橋に行きたいというふうに思ってます。一応こういう形で進めていきたいと思いますが、お質問ありますでしょうか。あ、で、ですね、お手元のあれとちょっと多分日にちが1個だけ違うのが、大西達也さんが来る時が1月30日の金曜日になってないですかね、お手元のやつは。これは31日の土曜日、やはり どうしても金曜は無理だと。多分大西先生も土曜じゃないと無理じゃないかな。ただ3月の14日はもうダメだということが分かってるんで、その前後かなと思ってます。まあまさか3年続くとは思ってなかったんですけど、これなんかちゃんと本当に作れれば結構注目度高いなって真面目に思いつつあるなというところです。本当のところ、なんか時代と合致してきたような気がしますね。ちなみにその経済白書はですね、九州経済白書5人ぐらいで書くんですけど、5人で黒崎来ました、この間、んでやっぱみんな面白がってました、でやっぱまさにあれですね、コンパクト&ネットワークの話、このデザイン、グランドデザインにそのままは乗らないけれども、ちょっと新しい形で作れるんじゃないみたいな話をしてました。はい、いいですかね。すいません、はい、次回のフィールドワークの大体の時間は何時ぐらいからになるんですか。はい、基本的には2時間考えてるんで、一応10時から12時を考えてます。もしかしたらちょっと詰め込み用によっては9時半になるかもしれないですけど、それは早くは。はい、どこに集合する。いや、まだそこがちょっと決まってないですけど、まあ集合するとここ、この辺しかないですよね。それとフィールドワークは10時から12時、デスクワークは13時30分から11時半、はい、それ以降はないんです。そうですね、あと懇親会、だからそれはここの場所ですね、この場所の、ね、開け放した倍の広さでということで、それとちょっと僕は取れるかどうかちょっと、はいはい、キューサポネットの方が、まあ、30人ぐらいは来られるということですけれども、はい、この日だけはですね、副都心の会員さんで、この日だけでも来たいという方とかは特別参加でよろしいでしょうか。そしたら、この日だけ、という方は4000円ということでご案内してよろしいですね。はい、はいはい、お願いします。はい、いいですかね。はい、よろしければ、じゃあ、あとはですね、もうサクサクと終わりますけれども、いや、やっぱ一応マネージャー養成塾なんで毎年やってますけど、まあマネージメントって何よっていう話をもう一回確認をさせていただきたい思いつつ、ちょっとだけ新しい、まあ、今回初めての方もいるんで、はい、上野さん、マネージメントしなければならない3つの流れ、何でしたっけ。お金と情報と感情。あ、完璧ですね、やっぱ3年やると。これ僕は非常に大好きなんですけれども、一橋の伊丹先生が言っている、まあ、非常に日本的な言い方ですね。仕事の場には3つのものが流れてると、必ずどんな仕事の場でも、その3つをの流れをマネージメントをしなければいけないんや、ね、マネージャーで1つはお金や、だからまあビジネススクールではアカウンティングやファイナンスを勉強してるわけですよね。必ずお金の流れがありますよね。お金が目の前を流れてるわけじゃなくて、人が働いてること自体お金を費やしてるということですし、設備を使ってるっていうことだ、だから金の流れをちゃんと把握しなきゃいけない。で、次はやっぱり情報の流れなんですよね。やっぱ俺は聞いてないよっていうやつが出るだけで、仕事はうまくいかないでしょうし、
商品がいつ届くのかが分からなければすぐに仕事はできないわけですよね。まあトヨタのジャストインタイムなんていうのも情報の流れをマネージメントしているっていうことですよね。この2つまではねよく分かるんですけれども、実は人間が仕事をする限り、ロボットだったら全てがロボットがやればですね、安川電機のロボットが全部やってくれればいいんですけど、必ずどっかで人間が関わりますから、人間である限り感情の流れがあると。この感情の流れもマネージメントしなければいけない。でこういう地域づくりなんていうことをやりだすと一番大変なのは感情の流れ。うちの土地の近くに何でこんなもの作るのみたいなね、そういう話もあるだろうし、誰から話を持っていくか、まあ大企業の中でもありますけどね。でも、まあ、地域づくりの場合はイーブンイーブンの関係でやるっていうのが基本ですから、企業だったらピラミッドですからね、組織が。これがまあ感情の流れっていうのは非常に重要ですよということです。まあ共同の意欲を湧き出す、共同がしやすい状況づくり、条件づくりをするのがマネージメントの役割と、ね、みんなでコラボレーションをする、やる気を出すということがマネージメントの役割だっていうことです。それから、マネージャーの役割とリーダーの役割、これもいつもいつも言いますけれども、地域づくりのキーパーソンは地域のリーダーですか、マネージャーですか、そもそもリーダーシップとマネージメントはどう違うんですかということですが、上野さん、何が違いましたっけ。リーダーとマネージャーですか。でもリーダーシップとマネージメントの違い、なんか毎回間違えるような気が3回目ですよ、3回目それもいつもここに座ってますからねすいません、忘れてしまいました。じゃあ小園さん行きますか。なんかメモってたのになりましたじゃあそこは安野さんあたりどうですか、得意でしょ。全然得意じゃないです凝った面です、凝った面です。何だったんですかね、忘れました。あれいいのか井上くんどう。リーダーシップとマネージメントの違い。おいお前大丈夫今ビジネススクール在学中なんですよ彼は在学中なのに、これも3年連続で出してやっぱ3回ぐらいやったんだよ、ダメやねこの図表はいい図表だから覚えてって去年おととし出た人で言ったじゃんコッターっていう偉い学者さんが言った話ですからね、これ僕が言った話なら覚えなくていいんですけどでこれも覚えるところはこの役割のところとポイントのところだけで十分やと。リーダーシップの役割は変化に対処することですよ、ね、変化に対処するからポイントとしては将来に焦点を当てるわけですよ。将来どうなっていくかと、だから黒崎の町はどうこれから変わっていくかっていうことを考えつつ戦略を練るっていうのはリーダーシップなんです。まあ、皆さん今リーダーシップをこれから取っていこうとしてるわけですね。でマネージメントは何かっていうと複雑な状況に対処すること。わあクライアントからクレームが来たのになんとか君は今日来てないじゃんとかいう、あお金も足りんわみたいな話ありますわね。そういう現状で起こっている複雑な状況を整理して物事をきちんと進めて成果を出すっていうのがマネージメントの仕事ですよね。というふうにコッターはあえて2つを分けたんです。あえて2つを分ければリーダーシップは変化に対処することであり、マネージメントは複雑な状況に対処する。だからこそリーダーシップは将来にフォーカスするし、マネージメントは現状にフォーカスするんだということですね。まあ一応マネージャー養成塾とは言ってはいるんで、どちらかというとマネージメントなんだけど、まあこっちもひっくるめて、まあ、今はやってるということです。で共通点はやるべきことを決定し、課題の達成に資する人脈や人間関係を築き、組織メンバーにちゃんと仕事をさせるように努力をする。自分だけが仕事をすればいいわけじゃないですね。リーダーもマネージャーも。
組織メンバーにちゃんと仕事をしていただかなければいけない。これはある意味マネージメントの本質みたいなところですね。自分一人でやればええというものでは全くないというところです。これはぜひぜひお願いします。で、これも去年から出したのかな、一昨年は出してないんですよ。で、コリンズっていう人がリーダーシップにある5つの水準があるんですよっていう話をしてます。で、第一水準っていうのは有能な個人で、まあ才能があって知識があってスキルがあって勤勉に仕事しますと。第二水準になると組織にちゃんと貢献します、寄与しますと。で、第三水準になると有能な管理者になりますと。人と資源を組織化し、決められた目標を効率的に効果的に追求する。だからまあ今日いる人の結構な部分は管理職の方多いと思いますけれども、まあこの辺が有能な管理職と。で、さらにこれが向上すると有能なリーダーということで、明確で説得力のあるビジョンへの支持とビジョンに向けた努力を見出すということですね。だからまあ社長あたりもここです。有能なリーダー、やっぱビジョンっていうことですね。リーダーシップビジョンだから将来にフォーカスして、これ一緒にやろうよと説得してっていうところですね。有能な管理者の場合はもう最初から目標が決められてるわけですね。まあ中間管理職みたいです。で、このコリンズっていう人のこのリーダーシップの第5水準段階っていうの面白いのは、普通ここで終わってたんですよ。もう一つ上があるよということで、コリンズっていう人はその世界のその卓越した企業を分析していったら、卓越した企業のリーダーってカリスマな人があんまりいないっていうのに気づいたんですよ。この有能なリーダーっていうのは割とこの辺で言えばですね、カルロス・ゴーンみたいな人ですね。割と目立つの好きよみたいな、俺がガンガンやるぜみたいな。でもカルロス・ゴーンがそうであるように、皆さん今日産とホンダはどちらが儲かってると思います？ホンダなんですよね。でもホンダの社長誰か分かんないでしょでもカルロス・ゴーンむちゃくちゃ目立ってるわけですよ。だからまあホンダの社長がどうかは分からないですけど、でもカリスマがあればええわけじゃないと。個人として謙虚さがあって、職業人としての意志の強さという、 こう矛盾した組み合わせで、自分は目立たないまんま人に仕事をさせるやつが本当のリーダーなんやっていうのをコリンズは見つけたんですね。これを第5水準と言ってるわけです。で、なんでこの話をするかっていうと、コリンズはさらに、社会セクターの指導者は企業の経営者よりもリーダーシップが優れているというふうに分析して言ってます。だから我々ね、私も含めて社会セクターのトップよりも企業のセクターの方が優秀だと思ってるんですよね、日本人って。だから例えば、なんか第三セクターがうまくいかなかったら、企業でバリバリやってた経営者を連れてくるっていうのをやりますよね。ところがお膝元のアメリカは逆なんです。社会セクターのリーダーの上なんです。だから企業がダメになった時、病院の経営をした人をスカウトするとかいうことが起こるんですね。それは何でかっていうと、社会セクターっていうのはみんなをまとめなきゃいけないわけですね。で、社会セクターだからあんまりピラミッドになってない。だから非常にマネージメントするの難しいわけです。だから謙虚、より謙虚じゃないといけない。だから社会セクターの方が上ですよ。ゆえに、もし皆さんが地域のリーダーを目指すんであればね、謙虚でなければいけないし、第5水準を目指すぐらい気合がいるということです。これはもう僕が言ってるんじゃなくて、偉い経営学者のコリンズが言ってるという話です。まあでもいずれにせよ、やっぱ将来への展望というのは非常に重要になります。で、まあリーダーシップとマネジメントを分けて考えることも大切ですし、でも現実はもうぐちゃぐちゃですよね。さっきのカルロス・ゴーンだろうが、ホンダの社長だろうが、リーダーシップも取りながらマネジメントもやってるだろうし、
福山さんだってリーダーシップとマネジメント両方やられてますよね、多分ね。ですんで、まあリーダーとマネージャーは相互補完的、実際は厳密にこの2つを分けて考えることはできません。ただ頭の中で将来をフォーカスするのか現在をフォーカスするのかは使い切これでた方がいいですよという話をしたわけです。で、まあこういう補完的だよっていうのはヘンリー・ミンツバークという人がグッドマネージャーズリード、グッドリーダーマネージというような言い方を、言ってます。ということでですね、このヘンリー・ミンツバーグっていう人がマネージャーの10の役割っていう古典を書いてるんですけれども、それを最近中原さんっていう日本の学者、若い学者さんが焼き直してですね、日本人に分かりやすく、書いてます。10の役割って何かっていうと、まあ僕はもう説明するのは面倒くさいんで、皆さんのところにこれありますね。マネージャーの役割、確認ワークシート。社長がいるから社長はできないかもしれないけれども、あなたの上司のマネージャーぶりを次のマネージャーの10の役割に沿って0から5点で評価し、近くに点数を記入してください。なお点数の基準は次の通りです。これをやったら嫌でも覚えるでしょ、マネージャーの役割は何だって。いや、で、自分、上司がいない人は自分をマネージャーと考えて自己採点をしてみてください。やってください。やれば覚えるじゃん。何が大切なのっていうの。で、嫌いな上司がいたらそいつを採点してやってください。これ僕は佐賀県の30前後 の、 行政の職員の研修をやってるんですけど、これでそこでこれをやるとむちゃくちゃ盛り上がりますよ。いろんな市町村から来てるから、上司の悪口を言っても大丈夫って言って、みんな悪口言いまくって、その後のワークショップが盛り上がる、盛り上がる。高得点ですね。自己採点ではないと。自分のことを自己採点、もう甘いですな。ビジネスの役に立てる。おー、すごい。ここまで書いてください。あなたの上司のマネージャーぶりを採点して、これから自分が意識すべきこと、取り組むべきことは何でも考えます。マネージャーだと一緒ですよね。挨拶できんとどうしようもないし、まあ地域づくりなんてベクトルを合わせるの大変ですよね。これ極めて重要です。あと連絡屋、やっぱ、まあ、IT があってもね、連絡できないと本当うまくいかないですから。で、ここがね、結構部下評価っていうやつやるとえらい低い点が出ます、現実的に、ね。で、部下評価をやっても高い点が出るのがこっちの情報関係の役割で、やっぱね、
日本人は分析するの好きなみたいね。だからこの分析する、情報収集して分析するところはかなり高い点が出やすいんです。で、伝達やつのもこれは自分 の、 あの例えば課とかチームじゃなくて、その内外にするのはみんな頑張るんですね。で宣伝や、これはまあ伝達をさらに一歩進めて外部にアピールすると、これは思ったよりも割と高めに、出る傾向があると言われてます。まあでも地域づくりでは、まあ黒崎の場合なんかだともっともっと宣伝してもいいのかもしれないですね。というか、まあ、北九州全体がそうやね。なんとなく宣伝はしてるんだろうけど、どっかなんかが違う、どうしても工藤会に話題が行ってしまいますよね。昨日東京行ったらその話ばっかりみんなにされて、もう説明する富とか行けるんですかとか言われて大変でしたけど。で意思決定に関わる役割、これは非常に大変ですよね。で、まあ、マネージャーと言いつつリーダーとね、なかなか分けるのはできないから、やっぱ外部環境の変化に応じて変化をさせないといけないというのも、まあ、ミンツバーグはちゃんとマネージャーの役割ですよと言ってますし、これなんか組織でも街づくりでも極めて大切な役割の一つですね。障害やりくりやコンフリクトを解決する、ね、あと配分や、あのだから意思決定の時ここばっかしやるのね、ダメな管理職って。配分だけしてあとはお前らの実力だろうみたいな感じで、コンフリクトが起こっても知らないふり、お前らで解決しろというパターンが多いですね。で、最後は決定ですね。組織の顔として外部と交渉し最終的な意思決定を行うと、まあ社長にとっては一番重要な役割ではないでしょうかね。まあもし興味があれば、中原さんの駆け出しマネージャーの成長論という新書がありますので、この中にこれが出てきます。まあ、あのせっかくなのでお話をしました。同じようにね、マネージャーの本質、そのミンツバーグは何と言ってるか、 Getting things done through others、 他者を通じて物事を成し遂げることということですね。だから自分で物事を成し遂げちゃダメなんですね。まあ町づくりの場合は自分もやりつつ人にもやってもらうっていう、まあ、まさにコラボレーションですよね。でもこれ組織だってそうだよね。特に管理職なんかなったら、僕も一応管理職やってましたけど、もう俺が原稿書いた方が早いじゃんとか思うことがいつもありましたけども、それはやっちゃダメなんですね。これはなかなか難しいですけど、マネージャーの本質です、これが。で、もう僕は後の9回であるメインで喋ることがないんで、もうどんどん、ついでにサーバントリーダーシップの話も、これも去年この写真見せたと思います。湯布院の玉の湯の会長の溝口薫平さんです。真ん中にいるのがですね。で、やっぱ地域づくりのリーダーとしてはこの人はやっぱ卓越したものがあるなというのをつくづく思ってますし、何度かお話もさせていただきました。で、これも去年、見ていただいたんですけれども、溝口さんから学ぶべきこと。競争だけでは地域は成り立たない、共存のための規制や掟は必要やとね。まあだから黒崎もね、競争だけでは成り立たないわけですね。共存するためのルール掟が多分必要なんではないかと思います。でトピックとしては、湯布院では湯布院内に連泊をするお客さんがいる場合は前日の料理メニューを翌日の旅館に提供する、こういう規定があるんですね。同じものを食べさせないように同じ湯布院では。それから各旅館の料理人による勉強会が存在する、お互い切磋琢磨しますということ。2番目が心合わせ、いろんな人がいるので心を一つにするのは無理、しかし部分的には合わせていきましょうということ。自分たちが合わせることができるところだけフォーカスをして
やっていくということですね。それからまあ僕も見習わないといけないかもしれないですけど、溝口さんが言う三箇条の3番目は若者を否定しないと。若者こそが新しい風を吹き込んでくれると。既存の価値観で批判しないと。茶髪は OK だと言ってました。でなんか実際その茶髪のお兄ちゃんたちが今いうふうにデザインや ICT の分野で活躍しているということで、変化できない地域は退化するということで、なかなかすごいなと思ったんですけれども、この話を聞いて、ああ溝口さんはサーバントリーダーシップやと思いました。サーバントリーダーシップとはリーダーがフォロワーを引っ張っていきたいという気持ちが最初に来るのではなく、フォロワーに対して奉仕したい、尽くしたいという気持ちが最初に来るリーダーシップであるということです。これまでの地位や権力というパワーをね、訴えてフォロワーを引っ張るリーダーシップじゃないよと。まあ、これはもう組織でさえそう言われてるんですけど、地域においてはまさにもうサーバントリーダーシップですよね。地域でね、カリスマが出てくるってことはもうありえません。基本的にはカリスマに見せかけてるだけです、いろんな周りが。ということで、サーバントリーダーシップの属性確認はワークシートというものも準備してみました。やってみてください。同じように2枚あるはずです。これはなんか僕なんか見ても嫌な言葉がたくさん載ってます。傾聴とかね、人の話をちゃんと聞きましょうとか。でもやっぱ地域づくりの NPO をやろうとか思ったら、これは非常に大切ですね。まあ自己採点でもいいし、自分の上司がサーバントリーダーシップがあるかないかの、評価でも構いませんので、ちょっとぜひやってください。20点に満たなかった人いるわ。豊島さんは自己評価ですか？自己評価で、なんでそんな謙虚なんですか？第5水準のリーダーシップを目指してすごい謙虚ですね。やっぱり20点下回ると結構問題あるよね、間違いなく。もしそれが上司であれば。はい、もう時間があれなんで、まあこれ本当だったらみんなが上司とかみんなが自己評価をしたら、その後、隣同士で交換して自己紹介とか上司紹介をすると相当盛り上がるんですけど、そうやってワークショップの時に使うんですけど、まあもうちょっと時間ないんで今日はあれなんですけど、まあ懇親会行く人はこれのネタでちょっと話してみたりすればどうかなと、思います。サーバントリーダーの自由の属性は皆さんも読んだ通りです。これすごいよね、傾聴に共感に癒しよ。もう勘弁してくれよみたいな。上の会長良かったですね、今の時代に管理職になったらね。フォロワーの気持ちを理解する、いきなり反論しない。僕いつも井上君にいきなり反論してるんですけど、お前は違うみたいな。ここで点数が低いです。癒し、フォロワーを支える、心を折れないようにする。でもね、もっと難しいことの下ですね。気づき、仕事のヒントを与えるぐらいならいいですけど、ストレートに伝えないってね、難しいですよね、なかなかね。でもやっぱ求められてるんですよ。これね、アメリカで考えられたっていうのはやっぱね、日本じゃないんですよ。アメリカ人が考えてるんですからね。5番目、説得。フォロワーが納得して仕事できるように理解を出す。6、概念化。分かりやすく説明する。見える化をする。でやっぱサーバントリーダーにも出てくるんですね。先見力、予見力っていうのは必ず。やっぱ今後の見通しを示すとかね、組織全体でのビジョンとか、まちづくり戦略って名前にはしますけど、やっぱ先見力、予見力がないと、まあ、いけないんで、この辺はやっぱいろいろこれからできればなと思います。で8番が執事役。
執事か俺はみたいな揺るぎない信頼関係を作る。サーバントですからね。9番が人々の成長に関わる、まあ、これもすごく大切な話ですね。フォロワーの成長を促す、フォロワーの成長に関わってるっていう意識をまず持たないといけないですね。まあ地域づくりでこれは難しいなと思うんですけど、さっきの溝口君平さんもこれを完全にイメージしてますね。話をして、なんとか君が今後頑張っていけるようにっていう、ものすごく強いですね。で、10番目がコミュニティ作りです。さっきの執事役っていうのは、まあ、1対1なんですよね。そうじゃなくて、チーム全体の真の協力関係を創造する。だから、これも溝口さんは、やっぱ、役員の中のコミュニティ作りっていう意味で、あ、これ、きれいに当てはまるなって思ったんで、まあ、これはしたんですけど、まあ、皆さんも別に、黒崎の街づくり以外でも、ぜひ、このマネージャーの役割と、サーバントリーダーシップ、自由の覚醒を、意識しつつやっていただければいいかなと思っておる次第です。で、一応今日の、持ってきたものは全部終わったはずですが、最後何かご質問はありますでしょうか。もう疲れましたよね。入るどっか行きたいってことだけど。じゃあさっくり終わりたいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。